学校は日本で最初の非対称技術の小学校ですね。昔はここしかなかった。だから全国からそこに入るために来たっていう。どこなんですか？世田谷に公明養護学校。戦前から。ね、でそれがこの間何十年かぶりかであったらお互いも60過ぎましたで死ぬ前に何かやろうかってこの格好でギターをやらせようって言うんですからね。焦ってますけど、ね、やりますからね。すごい上手いと思うでしょ。上手くありません。で今日は彼ブルーグラスって知らないって言うんですけども、初めてなんですか、本当に。無理やりに最新のフォービーマウンテンブレイクダウンをやろうと思いまして、本当にできるのかで、ギターでバックしろっていう感じで言いまして、先週電話をかけて何のこっちゃいって言ってとにかくやるんじゃないそれで、すぐ今日ですね、会いまして1時間練習しました。それで今日覚えました。すごい。1時間の成果。はい。歌最後にやります。歌は最後に作ったのが。大丈夫。なんか止まらないね。マイさんもこういうのが出てくるとね、見たことないでこういうのがっていうか。とにかくフォーギーマウンテンをスローでやるとこういう風になるっていうのやつみたいな。一体これ始まるのかな。大丈夫かな。それではフォーギーマウンテンブレイクダウンスローテンポ。
ね、いやいやいや、それでは最後です。実はですね、あのこの震災で、あのニュースでいろいろあの現状をね流れてて、でいろんなその励ます歌もいろいろできてきたんですけども、じゃあ震災自分があった側に立ったらどんな気持ちで歌になるかなと思って作っていました。もともとは、まあ、曲は当然あの私が作ったりありませんので、アイルランド民謡の The Water is Wide、 ご存知だったんですか。あれをちょっと歌詞をですね変えて作ってみました。3カポ2人です、3カポですね、3カポでございます。で私もカポをカポッとつけました。ちょっと待って、カポッとつけます。じゃあ僕も弾こうかな。ウォーターイズワイドって、これあの実はこの曲はいろんなジョン・バイズも歌ってるんですけども、我々が知ってるのはあのナターシャ・セブン、中庭翔子さんと城田純子さんがやってる「海原」って曲があるんですけど、これが一番我々が知ってる歌に巡り合ってるんです。それを元にしてる。じゃあ、いいだよね。これですね。あ、では、さあ、ウォーターイズワイドいきたいと思います。
ません。